皆さんこんにちは、ナナです。アークサバイバルアッセンデッドライブ配信やっていきたいと思います。なすびさん、みかんさん、こんアーク。また音量バランスちょっとこれひどいかもしれない、ちょっとうるさいかもしれない大丈夫かな、ちょっと待って、ごめん、あのさ、この画面で事前にやっとくの忘れちゃったんで、今やってもいいでしょうか。あの設定を変えたいなと思ってて、さ、爆音だよね、音量、ここで音量、あ、ここで、あ、設定、詳細、スキーボード、ちょ、どれだ、あ、オーディオって思いっきりここじゃんここうるさいんだよね、これ下げればいい、これ BGM か、マスターボリュームはこのままで、ここを60ぐらいに、まだうるさいね、どう、聞こえない、逆に60でいっか、今ちょうど曲が静かになっちゃった。これで、OK。OK かな？グラフィックは下げた状態。UI。あ、モーターを職場のそちらのモーター音毎回なんか私のモーター音どっちだ、配信は大丈夫、配信にモーター音乗っちゃってたりしてない、大丈夫、あ、そしたら、プレイヤー交流経験値倍率、あのさ、ワールド、あの、一本の木から、例えばね、一本の木から、体力、木の体力、素材の体力を増やしたい、あ、お肉とかさ、なんて言うんだっけ、そういうの、なんだ、作物の成長速度深いの、成長速度も上げたい。深いほど成長が早くなる。これ3倍ぐらいでいいんじゃない、やりすぎ ?3 倍。資源、そう、資源。資源の、資源の取れる量を多くするやつ。あ、ミニ四駆のモーター6個になる。あ、そういうことなんだ。楽しそうで何より、基本3倍、あ、そうなの、え、じゃあ私もそうなってるのかな、6倍、こっち記念、私もそう3倍、じゃあ一応3倍にしといて、リスポーン感覚、資源のリスポーン感覚3倍、あ、3倍にしちゃっていいの、これも3倍、あ、耐久力、そう、耐久力、そう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 、これこれこれ、耐久力よ作物の腐敗速度も全部3倍、基本全部3倍、この辺って荒廃可能になるまでの感覚、これはまあ、あの、やるときに設定変えるとして、今はここ、ローカルは自分で、あ、公式サバは6倍か。なるほど。イベント対象外なんだ、ローカルは。最速度は、ウィークのためにだから、あ、4倍でもいいです。なるほど。あ、これ6倍になっちゃって。4倍っていくつだった ?1?1 かな?何から何までありがとう。
ハワイで対戦予定。あ、だから今気合い入れてやってるんだね。あとさ、死体消失までの時間今6になってんだけど、これ長くしたいんだけど、前ね0だったんだよ。謎の6って何？ 6 ってどういうこと？対象室までの時間。無限にしたいんだけど。100とか。にすれば、だいぶ消えない？ 100 で大丈夫？あとは、何？あ、基本30分。じゃあ6、さっきの6で30分ってことだ。でもあれだもんね、今回はさ、どこに落ちたかが遠くても見えるようになってるから、時間、取り忘れることはなさそうだよね。どこだっけってことはなさそう。で、プレイヤー、お腹の隙を、これは、ね、私でも大丈夫そうだよね。このプレイヤーに、このさ、食料値をさ、減らした、あんまお腹空かないようにしたいの、0.5にすればいいのかな。なんて書いてある？プレイヤーにバリバリされたポイント前の食料がデフォルト値の乗算で変化する。もう言ってること、日本語わかりません。国語わかんない。どういう意味これ？ 0.5でいい？2にしたい。ステータス、これ違う？ラシさん、こん、あー、くー。これじゃない？これはステータスだ。どういうこと？これ増える量かな？じゃあ逆、これは1のままの方がいいってことかな？まあ、前関係ないか。食料消費とか、なるほど。あげないから関係ないけど戻しておいた方がいいよね。それは経験値倍率？どこで見る？その他？ワールド？プレイヤー？ない。ちなみにさ、速度変えられなかったやつって変えられるようにできるのかな？ワールドでなんかそういうのありそうだよね。ないのかな？ゲームのルール？食料消費、水分消費は、ここだ！もう、あった。ありがとう。いろいろいじってみないとね。ここが0.5。こんなもんかな。で、ワールドの中にないかな。今私は何をしよう。ちょっと。確かに。私はハラハラするのが好きだから、ぬるくしない。下手なくせにぬるくしない。それが私だ。移動速度、そうだ、移動速度が変えられないかな。だってさ、ここにさ、移動速度っていうのがさ、あるのに、実際入ってみるとそういうのないよね。ルールかな？体力2倍。あ、じゃあそれはやっとく。これだったっけ？ない。ないよ。
増える量が2倍にすればいいってことか。こっちだね。こっちを2倍。1個上げれば2個上がるってことでいいかな。え、速度は？1ポイントあたり振れば振るほど増えていくということですね。こんなもんでいいかな。あんまりねぬるくしたくないの。でもテイム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 10倍、そこはちょっとぬるくさせていただきたい。どれだろう。テイムのルール、生物テイム。効果をオフにしてる。ワールド。テイム倍率。10倍。ここだけは。経験値倍率はまだ1にしとくね。ちょっともうちょっと、ゆっくりやりたいから。最高難易度に設定はオンにした方がいいよね。スピードレベリングって何？おお、これのことか。さすが国語、国語博士。え、じゃあと高速度のオン。これ？これのこと？これオン。150にしよう。日本長いからね。これオンで、これは難易度。返礼品の品だけでなく、生物のレベルもコントロールする。これは、前の状態だと最大になってた？前ぐらいと同じぐらいにしたい。前と同じぐらいにしたい。前はさ、これ最大にしたんだっけ？難易度。ハードコアモード？それは違う。死亡するとリスポーンできなくなる。あ、これ違うね。前は最高難易度にチェックを入れて、難易度を最大にしたんだよね。本当？本当？大丈夫私。あ、3ぐらい。あ、でも、0.99 までしかいかない。最大が 0.99 みたい。あ、難易度、最大でない場合は、設定ができるってことだから、難易度を最高難易度にしてるから、ここは関係ないってことかな？これ、国語合ってる？あ、最終量倍率。これこれこれ。ハーフと採取量が増える。あ、じゃあ3。にして、さっきのさ、3倍にしたし、取れる量も3倍にしちゃったんだけどさ、すごいと、6、すごい取れない？いいか、ここはいいか。そうだよね、時短時短。面白い配信にしたいから。あとさ、チューリフ化時間。これ何？ダメージを負った後、それが修復できるようになるまでの時間。ゼロで無効。これ無効でいいよね。無効でいい。待つの嫌。こういうのは待つのは嫌。で、チジプリジョン制限を無効化。あ、食い込む建築を作ることを許可していい？オン。許可する場合はオンでいいんだよね。いいじゃん。ね。で、これオンにす。いいじゃん、いいじゃん。三人称視点オン。うん。
なんかこの辺大事なものある？クリエイティブモード表示、これやっとかないと。あ、なのかな。ポーズメニュー内のクリエイティブモード有効化ボタンを表示する。こんなもんでいっか。あ、搭載設定のゲーム済みの恐竜の移動速度、あ、上げよっか。これ速度、これかな。うんうんうん、こっち、それともこっち。あ、レベル前データ、データ傾向をレベル前ボーナス、これは全部上げた方がいい？3ぐらい。で、レベル前データ1個押すと3増えるってことか。で、レベル前ボーナス、ボーナスの3、これも3にしちゃうと3増えちゃう。あ、書いてある。テーム済み生物に割り振られたポイント前の地震、みんな地震来てない？大丈夫？地震地震、皆さん大丈夫でしょうか？揺れてます。結構揺れてる。みんな平気かな？みんな住んでるところバラバラだから、関東の方揺れてると思う。レベル前のデータかな。レベル前のデータ、あ、うん、大丈夫。みんな大丈夫かな？見てる方。じゃ、これ、2倍。2倍じゃ少ない？ 2 倍でいいか。何にする？ 3 だと結構嬉しくなる？嬉しくなるってなんだ。出る前のデータ。で、3。アルゲンでも多様性がいいかもしれない。じゃあこんな、ま、感じでいっか。でさ、私難易度何でやってんだろう。ノーマルで保存。じゃあこんなもんでいいかな。あとなんか忘れてるかな。ねえ、ちょっと長いね。保存でいいんだよね。なんかよ。あ、宮城県北部震度4。結構大きいじゃん。もう宮城県北部の人いない？大丈夫？夢の中に宮城県北部の方はいないですか？大丈夫ですか？みんな無理しないで見なくていいからね。パソコンとかだったら。電源オフして地震は大丈夫か。じゃあ、始めようかな。決めてみようかな。シングルプレイヤー始まりました。皆様お待たせいたしました。めちゃめちゃ時間かかっちゃった。あすみさんありがとう。私は大丈夫です。あ、あとさ、恐竜の量を増やしたかったな。あとさ、これどうやって明るくすんだろう。 OK。 え、ねえ、ちょ
ちょっとさ、夜なしにしていい？あ、落ちて様子見てた？変な揺れだったね。あ、メニューの左下、左下ちょうど隠しちゃってる。この辺？ここ見えてないか。この辺かな？ないな。何もない。何もないかも。これ出した時かな。この辺に？これ見えてるかな？カーソル。見えてないか。マントアイコンってなんだい？ねえねえ、ごめん、もう一回戻していい？夜なくそうか。ごめん、急に。ごめん、ちょっともう一回、もう一回だけ。ワールド。あれ、夜の速度が1になってる。夜なくすにはどうしたらいいの？猫のんきに寝てる。猫は地震に反応しやすい。10ぐらいにしとく？一旦9にして、恐竜のを増やす。どこだろう。ルール、生物。あ、これかな。生物の生発生頻度を決定する。値が高いほどアークに発生する生物の総数が増加する。これ2にしよう。2でいいよね。一旦2でいいかね。で、保存。保存。ダメージ2になってるけど、いつの間にか私ダメージ2にしてた。これでいっか。1日の速度、1日の経過速度は1。なんなら1日の経過速度を少なくする。はい、か、これでやってみようか。身長132センチ。あ、かわいい猫ちゃんだ。あ、巻き5倍サーバーでフロントでギチギチ。すごい嫌。嫌いになるわ。あ、前回の脂肪を自分を潰さないとずっとマーク出てんのかな。よし、やっていくよ。まず明るくして、お肉は19個持ってるからいいでしょ。で、さあ、前回ようやく、あ、お肉入れとこう。あれ、つくね、あ、新たに捕まえたんだっけ。前回さ、残念なことが起きたじゃん。ここにいた子たちが残念なことになったじゃん。あ、何これ、機体の本体、何に使うの。蘇らせられるの。謎だぞ。新しい。インプラント、スコーチドアースで恐竜に関係する。あ、じゃあ一応取っといた方がいいのかな。続けてやろうと思ってるから。はい、こう。
でも時間があるね。今。え、そんなことないね。なんだ？あ、ここには入らないのかも。光ができるみたい。そうなんだ。なんかさ、スマホ版？スマホのアークはこういう感じで、光がある。スマホの時はさ、そういうのあったんだよね。死んじゃった子からか、なんかこういうの撮って、オベリスクで再生できるみたいなのがあった。あ。ね、モバイル版あったよね。それと同じ感じなんだね。有効的じゃん。そしたらじゃあ、パラサウロロフス捕まえに行こうか。レベルダウンされちゃうんだ。じゃあいいね。もう本当に愛着湧いた子だけ。愛着湧いてないみたいなことを言ってる。あ、そうだ。でさ、ちょっと待って。どうしよう。誰から手つけよう。違う。前回さ、これ制作できるようになったから、まずこれ制作する感じでいいかな。ロ。石だな、石。金属の、金属が欲しい。金属を、作ろう。待て、何取ってった？石取られた。それ。あ。買うか。26だから。どうせだから。え、革にしちゃう？なんかさ、取られんの嫌だからさ、この子ペットにしようよ。この子ペットに。え？あれ、どうやって開けんだ？ Y。これ出て開けんだっけ？あ、もうすごい取られてる。これ前の時に取られたやつじゃない。なんで？あれ違うな。何？どういうこと？入れられない。手渡しだっけ？あ、そっか。なるほど。だからか。あ、前回？ほら。やったー。やっちゃった。弓帰ってきた。弓じゃない。矢帰ってきた。増えてるかな。持てる量も増えてるかも。あ、ママ怖く。地震大丈夫だったママ。すやすや寝てるという情報はいただきました。増えてる？はて。え、地震来てたんだよ、地震。そう。ドバラできる。朝になってきたね。
ざとわざと、あ、そっか、わざとだけど、ちょっと、取りすぎてた。あ、6263ポン、ポンアーク。赤い？何が赤い？これ作りたくてさ、石いっぱい必要じゃん？ほら。繊維乾き。繊維乾き。繊維。乾。くれた。とりあえず一個。で、作業台。洗濯と集中？朝ごはんだね。肉はあの子にして。あ、いろいろあるかも。子供がいる新アーク。子供がいることと、テイムもなんかちょっと変わったし、ここじゃない？やっぱ。出てこない。あ、建築も回収できるし、そうそうそう。これさ、ここにする必要あるかな？あるか。や、焼こうか。とりあえず7個ぐらい金属あったから焼こうか。あと何よりも楽しい。楽しいよ。私、あ、猫やだー。ちょっと待って。拾う。え、どうしよう。なんで？あ、そっか。わかった。固定されちゃってるから、Y を押す。Y 長押しして、自由配置モード。桃ゼリー美味しそう。ゼリーの美味しい季節がやってきたね。これすごい嫌。どうしたらいい？あれ、これ回転だな。長押し。ちょっと自由配置モードに、あ、スナップ RB。 いけた、いけた。いけない。これなんで縁側に立っておこむ。これで後悔、これでいいかい。なんで？めり込ませるやつにしなかったっけ、あたし。もうでも倉庫的な感じ。に家作ってるね。言われる前からやってるね。おやつだから？ダメで取られちゃった。ママかわいそう。じゃあ一旦これでいいや、もう。で、次は、頑張って金属を、ピッケルで丸石を叩きに行きましょうか。あ、これは、危険なやつではないか？あれ？あ、なに？溶鉱炉の燃料。あら、発火後も使え、発火後な？皮がいいよね。頑張る、頑張る。強い、強い。
ね、ハッカゴって私思ってたんだけど、ハッカゴナーって読むの？ハッカゴ？なんでもいい？ハッカゴって言ってていい？ハッカゴのがごろいい？ハッカゴ、ハッカゴにする。火がつくかな。お名前変えてく。待って、全然出ないんだけど。2個出たか。でも、あとピッケルを作るためには鉄が1個あればいいから、とりあえずピッケル作ろうか。いらない、それあげる。あ、もうなんかテイムしてる。こいつテイムしてるじゃん。え、で、ちょっと待って。テイムしちゃう。やめてよ、何も取らないでよ。新しい子。作業台に5個必要か。え、6個あればいいんだ。一番いらない子なんだけどね、この子。このうちどっかに放置するんだ。名前何が、何にしよっか。よし。あ、一度だけスリー？これ、ショットケーパー盗まれないんでしょ？え、違うのかな？そうやって教えてもらったけど。どれだろう。名前考えちゃった。名前、スリムこうか、スリムこうか、スリムこうにしとくと釣られない。いや違うのかな、なんか違うのかな。お腹空いてるね。とりあえず鉄が先だ。何よりも鉄が先。ごま団子？あ、ごま団子っぽい。気持ちいい？平たくなってない。これはならないのかな？なるのはカワウソだけかな？ペラペラになっちゃうんでしょ？あ、足りない。足りない。右へ行きたくなっちゃう。あ、そういえばさ、あれ、移動速度は、ないね。ないね。丸石。丸石取り行こう。しないね、丸石。丸石かな。ただの石。あ、え、男は、男は。酸素マークどれ？あ、マーク変わったんだ。
ネル登録マンさん、ポン、ポンアーク。今、作業台作ろうと頑張ってます。テリジノのサドル何がいる？え、ネットで調べたら出てくるかもしれない。わかりました。うん、ごめんね。私もね、初心者なもので、初心者じゃないけど、記憶力皆無なもので、覚えてないんですよ。もしね、私がね、辞書みたいなね、頭を持ってたらね、教えてあげたいんだけど、バカなんですよ。え、何？海の深いところを見ない、奈々ちゃん。何？やばいこと言った？問題ない？これで作れるだろう。したらもうどこに置く？またこの狭いとこに置く？ここに。あ、危ないなって思ったってこと？いいのよ、死んだら死んだで。嘘です。注意ってことでしょ？あ、作れた作れた。あ、そういうことか。そういうことだ。結構見るの？深海はちょっと怖いんだよな。音がさ、さっきさ、もう水の中入りましたって音だったじゃん。あれ怖いね。これダメ？ここでいいか。入り口の近く。いつも邪魔だったもんね。下手。あ、なんかもう下手くそー。拾うマークは。皆さんこんえぼー。RB。タップを、RB 長押し。タップを、タップを、向こうか長押し。これさ、これじゃいかないの？これが限界かな？今ね、やっと作業台作れたところです。これさ、全部、あ。仮住まいだから、ここは。前回と同じで。スタートダッシュ中だから、今。例えばさ、これ作ってなかったっけ？あ、おう。これだけ取るだけ取って、お亡くなりになったんだよね。悲しいね。納品頼まれてましたっけ？なんでもないです。気にしないでください。よし、ピッケル作れました。
いりません。あ、設置とか、そうそう、拾えるんだよ。拾えるの。めっちゃ便利。引っ越すとき、このままこれをさ、作ってってもさ、あれがさ、溶鉱炉とかさ、作るの大変なやつ持ち運べるのがかなり便利だよね。鉄インゴット50個もある。いつの間に、いつの間にか、納品が、お任せください。悪いしよ、今。あと私は服を作らなければいけない。ずっと裸だ。あ、ベッド、そうだ。忘れてた。なんかこの辺リスポーンしてんだからさ、ついつい作る。ありがとう、忘れてた、ベッドのこと。全部取ってっちゃう。ちょっとスタミナが気で土上がっててる。スタミナちょっと上げたいなって思ってたんだよな。おおお、なんだなんだ。出た？白いベリー？そっか、確かに。あ、嘘！待って、ねえ、みんな、これ何これ、何これ、この子ちっちゃい。やっちゃった。苦しい思いさせないためにも飼うことはできないから。優しさ、これも私の優しさという言い訳をする。めっちゃちっちゃかったね。なんかほんとアークやってると命の軽さを取られそう。キャンプすると酸素じゃない。この命の上に立ってる、どういうこと？私には難しすぎたかな。あ、帰国まで我慢、やりたくなっちゃった。絶対やりたいよね、プロフェッショナルだもん。アークのプロフェッショナル。もったいないね。触らせよっか、お肉。これ。これも、今
はいらないもんね。踏みにじっておごるのか、感謝して踏むのか。あ、感謝して踏む。そういうこと？難しいね。ありがとうございます。マイクつかい？より増えてんのかな。でも確かに堂々とか増えてる気がする。あ、レゴさん、コンアーク元気だよ。前回さ、捕まえた子たちみんなやられちゃったから、今再構築中です。でもさ、普通にさ、増設したいなら簡単にできちゃうね。あの、資源集めるのは大変だけど。あ、棒が、あ、もう作れる。あ、まだ、斧を作っ、え、棒ガンの方がいい。私も、棒ガン好き。しょうがないな。土台、間違えて作ったやつ、ちゃんと置いて、ここじゃないな。ここに全部入れた。何入れてる？あれ？ベリー入ってる。お肉もこんないるかな。あ、ここに1個肉もったいないかな。あ、これ半分にして、すべて X、 あれ違うな。え、これ全部分けるってボタンないのかな。もうちょっと。あれ？あ。これで、よし。順調ですよ、皆様。え、これはもっと。で、ボウガンね。ボウガン。まだ。まだですね。ボウガンもうできる？25？ OK、 じゃあ家を作るよ。したら早いでしょ？あと2マス増やす。あと2マス。ちょっと増やす。石か。わら。剣いるのか。なんです。落としちゃう。そして落としちゃう。仲間が肩にいるんですよ。で、これ長押しできなくなっちゃってる。名前変えてないや。ぬすっと。なんだっけ、さっきなんて名前。いただいたっけ。肉団子？違う、なんだっけ。ごま団子？なんだったかな。
ま団子。どうやって下ろすの？名前はどこだ？おっと、女性。これどうやってやんの？どうやってやんだこれ。あ、繊維は。え、これどうやってやんの？オプション。これは、どこ？え、なに？なにこれ？フォロー？なに？今の。え、ねえ、わかんない。ね、これさ、これを選びたいんだけど、どうすればいい？動いちゃう。バイを押すとこの丸いのが出てきて、左スティックを左に斜めにするとオプションを選べる。ホールドトゥーショーです。オプションこれ開けないの。これ以上何も開けないの。オプションって。何がしたいかっていうと、こうやってやって、こうやってオプション側にやってるじゃん。選択？あ、右、あれだった。わかった。R。R。何これ ?RB?RB じゃない方。名前変更。こうだ。あー、できた。できたー。なんだっけ。ごま団子。ごま団子になりました。この子に、この子盗む子なんだよ。あ、強い。あ、強い。もう盗っ人から引退してもらいましょうか。もともと盗っ人生活してたからね、この子は。あれはないかな、持てる量増やす、あのこの数増やすやつないかな。あ、いいじゃん。納品品できませんね、まだ。持っときましょうか。こっちにしときましょう。で、あ、でも、盗人が今いるから、盗人って呼んでしまう。盗人って呼んじゃう。違うのに。この川？この川？と？もう余談を全力で私は聞いちゃうからね。から パージング楽しいと思う、絶対好きな人は。え、じゃあちょいちょい見とく。どうしようか。今ハウジング中です、皆さん。バラとプリケット。
で、壁は、あと、2枚作る。沸かせるために、あ、そうなんだ、カワウソって出てきたんだ。ほんとたまになんだな。じゃあちっちゃいのはもっとね、ちょこちょこ見るよ。忘れてたらカワウソって言ってね。これ気になるね、向き。便利ー。楽しいよね。これ絶対楽しいよね。え、もうちょっと広くする？素材集めるの楽になってきたから。3、マス。あら、あ、これ、無理かな。土台があれば、一箇所が二段に。土台があれば、一箇所壁が二段になってれば、屋根は土台に合わせておけるね。ね、難しい。壁が一箇所つながってれば屋根を置ける。じゃあこれ外しちゃっても大丈夫？恐竜侵入防止の壁が一段。悲しくなっちゃったよ、私。わかんない。わかんないんだよ。こう入れ、じゃあ、ここに一個。窓、見えるようにしちゃおう。いっぱい。2枚。いいか。あ、こいつ取れないだろう。この壁を全部壊さなくても屋根は支えられるっていう話？窓は2階とかにつけた方がいい。確かに攻撃食らっちゃう。あのラプトルとかやばい。ここでも安全だよ。ここはこの地域安全。まだね、始まってからね、攻撃、あー、でも今みたいな鳥がいるかもしれない。
なのに安全。やっつけたぞ。ありがとう。で、繊維持って、あと壁を2枚。これで、屋根は、やっぱちょっとなんか私にはわからないんだけど、屋根は、普通につけていいんだよね。扉を作らないと。屋根の向きとかもぐっちゃぐちゃだね。暗いからこれ外屋根いらないかな。前の家さ屋根なかったじゃん。あ、そういうことね。ないない。作らないよ。やってこう、あ。なんかおしゃれハウスを作ってほしかったわけね。無理無理。おしゃれハウスなんて私には無理。屋根が低いと思って2段にしたりと思って全部の伸ばす必要は難しい。それ以外何、あの絵が遠くで2階だって。難しい。多分なすびさんの中で絵が出来上がってるやつを説明してくれてると思うんだけど、私の中にその絵が全然見えない。ごめん、何を言ってるのかがわからない。屋根が低いと思って2段にしたり。ごめんね、写真が欲しい。写真を、多分普通の人より私ね、理解力がないからね。毎回ね、それでね、事故が起こるの。放送事故が起こっちゃうの。え、わかる？植物タレントもあるんだよね、きっとここで。まだ50個ぐらいしかできてないです。あ、何が足りない？気が足りない。間違えて入れちゃった。あれ何時までに納品でしたっけ？時間決まってましたっけ？あ、これ何？こういうふうにできるんだ。こっから上に上がったりとかできるんだ。あ、なるほどね。パッチとかも？でも取ってないからね。フリーや。明日までには、部屋中か。明日ですよ、明日。今日はちょっと、別の用事が入っちゃってるんで、ごめんなさい。20% 金額高くなりますけど大丈夫ですか？ 20% ですよ。
ちも商売なんでね。申し訳ないですけど。そうですか、いいんですね。いいんですね、じゃあ頑張んなきゃ。私頑張んなきゃじゃないですか。何個作ってます？4つぐらいで足りる？あ、やった。やったぞ。ほら、そんなコントしてるからまたこれ作っちゃったじゃん。で、こう間違えちゃう。やんねん、どれ？これ？これ普通のやつ？こっち？屋根、野外からのアクセスを遮断し、階を増設するための木の点。屋根から木の点。ウォーター！あ、クォーター。どういうこと？わかりやすい。わかりやすいぞ。材料多めのやつ。あ、こっちだね。通りでいっぱい作れると思ったら。あ、作りすぎた。まず入れとこう。敵いないからドアいっか。一個なくてもここはもうこういう感じで開放的な感じで。ね、めっちゃ溜まってた。スタミナあげていい？スタミナはそんなにいらない？今、重量が300になりました。体力。次何をあげたら。血の速さ、ダメなんだね。忍耐5、体力、重量？っていうのは気絶値前あげたのこれか。忍耐5、あ、8、あ、そうなんだ。そしたらさ、そしたら重量めっちゃ欲しいよね今。200って言われたの重量を中心にやっちゃった。いましたね。
あ、気絶地や寒さ、寒さも忍耐なんだ。こと。したら、これを、インゴとあと1個。できてるでしょう。やりました。火が足りないだけで。もうちょっと作れる。速さ上げないなら重量はあるだけ便利。じゃあもう、今のは間違いではなかった。のね。お本でいいだろ。よし、これで、念願の、あれ念願の、いらないかこれ、捨てていいか、オッケー、何も考えず振っていくよ。今の言われたやつをちょっと忘れないようにしなきゃいけないけど、忘れちゃうんだろうな。そうだ、麻酔のこと忘れてたなぁ、言ってたなぁ。え、麻酔はリアルな話？早くした方がいい？オッケー。でもそうなってくると、ここ邪魔だな。だな。え、便利、めっちゃ便利。そうだね。でももう200個しかない。ボス戦するときは振り直しは結構、あ、ボス戦のときだね。そうだね。食事、もう裸ダメ？ここじゃないね。わかりやすいように、ここにまとめて入れとく。あ、お肉の腐る速度が。やってきていい？4、2、2、お洋服はここ暑いから。あれじゃなきゃダメ？ 23 だって。そっか、これずーっと消えないの。どうすれば？
他の化粧品でない。あ、攻撃？攻撃食らっちゃうから。こうかな？なんか100にしちゃったね、時間。ちょっとレベルが。低いからな。いらんわ。いらないわ。そしたら。あ、カストロ。経路を作って突撃？そしたらまず洋服は布でいい？革じゃ熱いよね。これでいい？あ、これ革袋も作っとく？作ろう。ペット持ち歩こうか。え、なんか新しくないなった。ペットが少し暑さ耐性上がる。防御力も上がる。皮は熱いよね。これ寝袋さ。あ、でも皮もったいないね。服をまず作ろうか。喉乾くから、歯袋も作って、袋作っちゃった。でもさ、カストロはさ、麻酔薬、麻酔、ん？どうやるの？麻酔。終わらなそうですね。あ、1マスでいけるか。木じゃダメ？石の罠？麻酔さ、もう、作れる？麻酔弓。あ、木でいいの？洋服着たりの話。え？麻酔やっていくつレベル？おっと、こっちだっけ？
カットのボタンとか設定、あ、ショートカットのボタン設定ってないんじゃなかったっけ？でもね、違うの、キーマウじゃないんだよ、私。コントローラーなんだよ。皆様、私の、マウスは使ってるけど、それ以外の操作はコントローラーなんです。麻酔や？麻酔や？麻酔でいいか。21、あ、取れる取れる。ありがとう。そうなの、あのキーボードがねマイクの後ろにあってね、押すの大変なの。皆様、私キーマウじゃないんです。それ面白いじゃん。すんごい疲れそう。なんだっけ、でさ、なんだっけ、麻酔弓を作るにはあ、私さ、腱鞘炎になっちゃうんだよね、マウス。あの、キーマウ。あとで操作していい。確かに、インベントリとか、ボタンとか、マイクがさ、あるから、ま、ちょっと、ね、そうだよね、そっちの方がいいと思う。わかる。でも私はこのスタイルです。めんどくさくても頑張ります。スペースがないんだよね、部屋に。キーボードを手前に持ってくるスペースが。だからもうそんな話になっちゃうからさ、許して。広がられた。なんで？なんで？もうなんかちょっと待って。一回、ちょっとお花摘みに行ってくる。ちょっと待っててね、みんな。行きたい人は一緒に行きましょう。いないか。ちょっとお花摘み行ってくるので少々お待ちください。じゃあ、よーい、ドン。
かりました。しそうだから一個ずつやってくね。何をしたらいいかが分かんなくなってきた。なのでまずはバナを作る。でも、罠を作ったところで行っても、まだ麻酔が全然できてないから、矢を作る。から繊維。違う。これをこんな、レベル、これ作ってるから。で、あれ、使った肉を、肉いっか、全部これ。半分にして、だけあればいけるかな。そんな高レベルはきっといないだろうから、けどいいのかな。はい。各国になる子があるから、使わないともったいないから作っちゃって、テクモノここ入れとこう。作った方がいい。で、辛さは一旦いいや。辛さが先かな。辛さ探しに行こうかな。何入れてたっけ。うん、で、麻酔は常に欲しいから、コーラか。え、入れちゃってた。じゃあこれで短いはずだから、やめて。待って、私武器持ってなかった。炎は持っとこう。ほら、何やってるの。私がこの子をやるって。
臭いね、みんな見えてる。あ、まだな、夜だ。こわー、音こわー。あ、君ごめんよ。あ、さあ、おった。矢を持ってきてない。あ、春巻さん、こう、あーくー、ちょっと今ね、夜なの。画面見にくいかもしれない。来るか。火打ちと、と繊維とバラ。繊維がね、めっちゃ臭いね。出会いは私の肩に今乗ってる。あ、オッケー。近づいたらバラそうね。かわいいかな。かわいい子じゃないよ、あんまり。こう見るとかわいい。肩に乗ってるとかわいい。暗いからかな、かわいく見えんのは。水って2回飲まないと水いっぱいになんないのかな。変だ。繊維は取ったから、あと藁かな。石がいいのか。え、それなんて言ってんの。
え、綺麗だね、景色が。昔の。また行こうね。近いね。飛べる子。ラパートもいた。あ、イカダで橋を作るの？っていうことか。バーってイカダ置いて、あっちに渡れるようにする。壊してくるやつが、あの海の生物？ランクルなんとか。蹴られた。あ、リードシクティス。この辺、スタミナない。の国のアリス 走って逃げるの分かんないんだけど これもまた 逃げられた じゃあちょっと川にするにはさ、あ、これ？強い強い。あ、強い。え、強い。189とか出た。で、さっきの子もやっちゃいましょうか。これ一つの素材でたくさんゲット。ボーラなしだよ、ボーラなし。一発だ。一本足止めだから体力あってもいける。あ、体力ある子にはボーラ使うってことね。
ふにくまだ。もうじゃあ、別れだね。ちょっと離れないと湧かないよね。ほっとけば湧くかな。鬼ごっこ。あ、そっか、これ乗せてるからこの子が持てないんだ。端っこにいてほしいんだ。身はました。あれ満タンだな。これじゃない方がいいな。これはこの子が持ってんじゃないか。あ、いいじゃん。チャンスだよ。出て負けました。ここじゃなくて。そうでしょ、さすがなの。私やるの。またそういうこと言ってると違うんだろうな。そう、これでしばらく大丈夫だろう。この辺間違えて入れちゃった。納品間に合わないかもしれない。取ってくれる子がいないです。うん、もうないんだよ。10本だけ持っていこう。なんか来てるぞ。出してこ、コマンドか。あ、はーやーえ、この子背負っててもすられたけど。そうだね、ずっとね、ここ安全すぎて。ホームラン打った。ありがとう。来たぞ。
ぱいいるんだもん、ここ。ちょっとあれ作っとこうかな。ほら。この辺。食べるお肉。あ、ここに11個入ってる。眩しいやつオンになってない？どれだ？カメラ。あ、これ。テーブってちゃんとやってなかったのかな、うん、え、皮袋全然水飲なくなっちゃうじゃん。あ、新しい子来た。じゃーん、待って待って、どこ行った。上にヤバいのいるな。確かに。かわいそうだったね。これ10だね。この子でいっか。ないよりいいよね。あ、これにはこれじゃないのか。危ない。10だったらこれでいいよね。綺麗だし、この子。名前なんだったっけ、前回。さ、この子さ、なんか食べ物持ってんの？お腹すいちゃってるね。あ、そうだそうだ。ちょっともう一回つけてあげるよ。パッパラパーだ。みんなよく覚えてるね。私忘れちゃうよ。パッパラパーね。あ、じゃあちょっとサトル取りに行ってこよう。大丈夫かな？食われないかな？ここにいっぱいあるから。ここでお墓、ほら、これお墓、消えないから。
れどこだっけ。14時。ゲームできたみたい。で、ここでちゃんと無抵抗を。に。しておかないと。前回みたいなことになるから。受動中？だって無抵抗でここで。ここ見るんだ。地上にしてた？これで多分。大丈夫な気がする。あ、違う。どう？よし、出た。待って、レベルアップ。ねえ、やっぱ移動速度ないよ。移動速度ないよね。ないんだね。なんか設定ちゃんとできてなかったのかな。ないね。きついね。それで満水の確保はできるぞ。あ、取れないんだもんね、この子、意外と。あんま行きすぎると危険なことが起きる。取って、すごいいっぱいあるぞ、変異が。変異じゃない、茂みがいっぱいあるぞ。本当平和。曲のとこ。なんかさ、気になるよね、アルファベット順。帰る方向向かってく？
空いてきた。今日昼食べてないんだよな。皆様はお昼食べましたか？私は食べてないです。みんな何食べたか教えてよ。焼きそば？そばか、いいな。ソース焼きそば？え、アセム食べてないの？なんで？外出中？こっち？え？ソース？ソース？仕事食べてた。頑張れ。負けるな、春巻き。途中からやってゆっく食べ終わりました。よかったね。いや、今度は本当の、ここ無理だ。本当のご飯食べないと。辛さは、範囲が狭いから、取れないね、全然。これで納品できるかしら。珍しく集中して。いいんだいいんだ、お仕事食べててよ。逆にいつもコメントしに来てくれてることが奇跡なんだから。あ、ちょっと取れたね。怖い。ナイス。この子は攻撃力に振っとこうかな。仕事食べ放置中。放置してんの？何してんだじゃあ。あ、今コメント打ったからか。普通に仕事してんだよね。ナナちゃんがレベル上がったの。なんか動きは激しいけどね。体勢取れてないんでしょう。なんかさ、パラサの鳴き声ってさ、不安になるよ。不安にさせるような音だよね、精神を。え、何？パラサの鳴き声の期間って何？期間船？え、何それ？楽器みたい。へえ。
幸せな世界です安全しかない。聞こえのすると近い。あー、これ不安にならない？なんかトゥ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 みたいな。このこれじゃないよ、この声じゃないよ。もういっか、なんとなく肉が今度は足りないってことになりそう。やりましょう、捨てていこう。あ、間違えた。まいっ。あ、レベルアップの声かな？なんかトゥー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 っていうやつ。声じゃないのかな。なんだ。泣いたら今のって言うね。あ、撮ってないね。これで何個できますか？あ、納品できそうです。ってなんかさ、分かんなくなっちゃうね。ありがとう。納品納品。もう一個作っとく？そんな大丈夫かな？よし、そしたら、じゃあ、今日またやられちゃおう。あ、川500枚はちょっと時間かかりますね。残念ですけど。掃除は無理ですね。あ、今の今の超えた？わかったかな？ありがとうございます。あ、今300枚あるので、じゃあ川あと300枚でいいっていうことで、よろしいでしょうか？よろしいでしょうか？これは一旦ここ入れといて。あ、そう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 、ブブブブっていうやつ。構いません。なんか低いブブブブっていう声、あれ不安になる。なんか今のです。あ、カストロは手側落とすから雪山行けち、いけちゃう？クエスチョンね。あ、わかんなかった？それまでここで待機してようか？と、カストロは、マスインや、不安にはならない？なんか精神的に不安。100本あればいい？ 100 本もいらないか。一応100本作っとこうか。
抜粋納品できなくなりますけど、とりあえずはあと繊維が足りないです。金属も欲しいですね。そうですね、繊維のやつ、お、釣れるかな。あ、違う、18本か、全然足りない。すっごい人気ですね、うちのうちの工場めちゃめちゃ人気ですね。待ったなぁ。でも綺麗だね。いっぱいあるね、下に。あるし。いよいよ増やしたいです。今、肩に乗ってる子しかいないんですよ。今、従業員。酸素無理かな？え、ここなら怖くない。綺麗だから。ためにガブリとやられちゃったりして、ね、あ、イヤホンが、これ止めたら止まる？ちょっと待ってね。あ、みんな音出てる？出てないね、これ。ダンクルさんは水の水中が得意で石の重量軽減資源してるらしいです。音なくなっちゃったね。やっぱどうしてもこれ、いかないのか。無音だよね。何だろう。トーク編。ちょっと一回さ、したらさ、もう一回再起動。再起動してきてもいいですか？音必要だもんね。待っててみんな。ね。言っていかない。再起動してこない。なんでなんだろう。いた。お願いします。ギターお願いします。ちょっと待ってて、みんなごめん。保存して、メインメニュー。もうこっから音ないもんね。
みんなありがとう。ちょっと待ってね。アークはどうしてなんだろう。毎回こうなる。よし。いいぞ。立っててね、みんな。今、行くから。これでまた音出なかったらどうしよう。大丈夫そう？皆様。この子を首に。それで、映ってます。ありがとうございます。入る場所間違えたな。もうちょっともうちょっと。え、全然海が怖くなくなってるの。これ浅いから。最後広いとこ行ったらこんな本で済まされない。綺麗だよね。なんか水槽の中にいるみたいな。綺麗になってる。素晴らしいね。あ、ヤゾラちゃん、ヤゾラちゃんだよね。ほんほあく酸素値のは泳ぐ速度に影響する。たら、あ、八カ湖でもあれできるって言ってたね。今度は草さに気が足りないって感じか。たらまずこれを。だっけ？タカ子？タカ子の話？違う？え、今日恐竜ね。今日捕まえられるかどうかわからないけど、ビーバー。バービー？ビーバー。そっか、ここで作ってるだけでも、経験値もらってんだ。あ、これだけあればいいでしょう。ビーバーか。わかんなくなるね。わかんなくならないか。
バーカストロイデス。カストロイデス。なんかいい。バービー。これで鎌ができるから鎌作って無理が必要だな。ペインを取りに行ってくる。私怖いけど、声まで聞こえた。何あの人はどういうこと。なんか木が、あ、なんかおかしくなっ、ね、これ何、木が生えてくる木かな。何これ、繊維じゃないの。ちょっと待って、なんかおかしくない、取れない、これ繊維え、なんかおかしいよ、え、なんかおかしい、何かが起きてる、何かが起きてる。私が歩くところ、歩くところ、木が枯れていく。何これ、何か毒を持っている。何も取れないし。揺るぐ必要？なんだー。揺るぐ？しんしんが。ちょっと待っててみんな。画面真っ暗。保存して平気？保存しちゃった。ヒログってここ、これで平気。もう一回ここから入ればいい？再起動じゃなくてリローグで OK。来るわ。あ。ドン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 、ファンになる。ダメかもしれない。再起動なんだな。私何かを出しているのか。どうしたんだ、バグですか。これはバグですか。再起動すれば大丈夫かな。セーブせずに、え、ちょっとみんな待ってて、待ってて、どうやって終わらせるんだろう。こんなもつてないよね。ちょっと真っ暗、ちょっと真っ暗ね、みんな。ここも再起動しよう。
本当呪いでしかなかったね。でもさっき音楽なかったもんね。おかしかったね、そういうのが。BGM なかったよね。2回とも。ありそう。このまま この子がいることを忘れて見てっちゃうんだ。あ、かくつく。あ、大丈夫。これだけ、あ、音が出なくなるのは、私のせいもあるから、あれだけ。そうだね。これがもう、全く治らないのだったら困っちゃう。500頼んでたっけ？品質一番。ほい。見よう。お土産に。だけあればいいな。違う。話した。え、これ消えないの？あ、これどこ行っちゃったんだろうって、恐竜やったらやれば。出るのか、もしかして。出ないぞ。何これ、なんかおかしいよね。なんて、情報アップデート中。何？どういう？これバグですか？オールディノ？あ、オールディノ？車？お写真の下のアイコン？あ、これか。どこにいるか分かるようになったってこと？それもある？私何してたっけ？だっけ？繊維のやつを作ったでしょ？なんか作ろうとしてて、あ、矢を作ろうと思ってたんだ。失礼しました。あ、スロープ、そうだ、スロープ。スロープ。矢だった、矢。
ず一旦矢を作るね。でも罠と木を取りに行かないと。作ろっか。まだかわいい。オッケー。簡易ベッドは作ったんだけどね。みんながダジャレ大会始まってるじゃん。ながら火を取って素晴らしい。またできたら怖いんだけど。優秀なリスナーさんが揃ってますからね。地味はだけど、石を取ってますね。荷物限界かな。やろうか。またラプトル来たら怖い。そうそう、ギガントラプトル、新しい子。そうなんだ。もう早速照れるやん。もうここも引っ掛けてきてるじゃん。みんな引っ掛け続けるじゃん。これで一旦まだ作るか。いらなくて、え、ベッドって何個ぐらい必要？ここだったらそんないらん、2個ぐらいでいい？終わらないんだけど終わらないんだけど、優秀すぎて終わらないんだけど やめようかも、やめる気ないんだよ強いですね、皆さん。そう、部分調整モード違いますね。人配置モード、これ。重ねられなく、塩タンメンスープ？塩タンメンスープ？このスープ欲しい。美味しそう。やっぱお腹空いてきちゃったな。とろわれにしよう。みんなが盛り上がってるところで。よし。一個できたぞ。いいよ、みんなずっと矢にちなんだこと言ってていいよ。
明日の雑談よ。明日の雑談中に塩タンメンスープ飲むの？これさぁ、こんなもんでいいか。あとは、土台1、1でいいんだっけ？土台1、バラと1000。4。これでいい？あ、あと、スロープ？あ、スロープ作るって言ってたね。スロープ。スロープは屋根の方がいい？斜め屋根。これ、ないのか。斜めの屋根ないのかな？これかな？ハサミチャーシュー。いいなぁ。あ、準備してる。え、これは、スロープは、斜め屋根はないの？木で斜め屋根はない。階で、あ、木の屋根。あ、階段。これか。これでいい？あ、わら足んないんだな。いいだよねって思った。そっか、土曜日だもんね。作ってた？え、わらの作ってた？なんか猫、猫の鳴き声、猫の鳴き声。帰る。いや、全然さ、進まないね。相変わらず、アークって。私、だからだと思うけど。これでいい？本当？これでいい？これできっと大丈夫？
登られないの？登られない？やばいと思ったら外せばいいか？外しとけばいいんだ。乗せるときだけ使う？入れといて。あ、本当？優秀じゃない？気をつけとこうか。たまたま登っちゃうことはあるだろうけど、そこめがけてうまく登るって難しいこと。アークは。アークなら。あと夜の放送中、雲の上。いいな。封筒決めきれない。2個作っといた方がいいかな。火が足りないんだけどな。火が足りない。もう取りたくない。あ、え、まだ取っちゃってたから。ラフさん頑張って。応援する、それは。集中して。みんなの邪魔しないよ。これでね、ちょっと行くだけ行ってみようか。死んじゃうかもしんないけど。確かに。え、でもラフさんは遊んでる時も休んでないもんね。確かに。週末は週末で遊んでるもんね。遊びに行っちゃってるもんね。これさ、もういたらやれるように全部持ってった方がいい？ 100 発。これいる？麻酔。合わさらない？今日これ持ってく？20個ぐらい。もう20個って言われたらきっちり20個持ってくんだからね。素直だよ。私は素直だよ。もうそろそろ気づいたでしょ、私が素直だってこと。その辺？ラプトルとか出てきた時のために。まっすぐ、今のところまっすぐ、今のところまっすぐ、今のところまっすぐ。あ、お水あったよ。あ、宝箱あるけど、この宝箱は経験値だもんな。ピン止め？
じゃあそれ後でやる。いつでもできるね。ちょっとそういう日を作る。できない。うんうん、水飲んじゃう。でも雨だから大丈夫。やり方が分かんない。やってる？毛がある。ごめん、みんなごめんなさい。ごめんなさい。あの、どっかに足引っかかるかなって。段差でさ、いけると思ったんで、段差に一段。ちょっとお食事持ってきてないな。でもすぐだしね。水の中飛び込むのはさ、怪我しない？明日何もないからお仕事、仕事頑張って。あ、ちょっと待って、ちょっとねえ、落とし穴、落とし穴。BGM に変化ないでしょ？何もないよ。待って待って待って、結構近いんだね。ここだね。どうしよっか。もうね、あのベッドが2個しか作ってないからもう死ねない。内側かな。なんかラプトルいそうで怖いんだけど。あ、できるできる。え、恐竜全然いないね。言われたまま動いちゃうんです私。ねえ、どうしよう。全然いける気がしない。こっちじゃないかな。あ、そっか、前回脂肪を。あっちの前回脂肪はもう消えてるんだ。飛び降りちゃったとこだよね。
なんかその方がいいかも。これ降りれないかな。体力上げてればなんとかなってた。あ、上げようか今。いくつぐらい？ 200？300。全部手に引っかかれば高さ調整できるかも。体力今、あ、そうか、上げてるか。食べ物が、こんな木の実じゃない？で、試しにさっきの木の引っかかるかどうかを。あ、なんか生きてたか？大丈夫か？お前は体力大丈夫だか？大丈夫だ。この子何あげたらいい？この子は。有料か。一回持ってもらおう。あんま意味ないか。自分で持っちゃうから。攻撃力。一瞬戦ってもらおう。これじゃない。こうじゃない。ごま団子のところか。あ、いた。いた、いた。これじゃない。水辺じゃなかった？さっき。あ、違うでしょ？違うんだ。泥みたいんだね。これ何？透明になるやつ。あ、しとこうか、ちゃんと。夜は危ない？どう？これはアップに。腰についた。いや、違うわ。腰についた？あ、おお、ランタン。左の川に出て海岸走れば、川に出て海岸走れば、地図で言う上の三。上の、あ、これ、あ、丸いやつね。オッケー。ここ右だよ。この今さ、
向かおうとしてるとこ、丸いとこ、お尻、お尻はついてない。ランタンついた。この丸いやつ？丸いやつかな。あ、オッケー。今いたね、なんか。え、誰かな？なんとかドンかな？なんだっけ？イグアナドン？イグアノドン？危なくないやつか。安全そう。イグアナナドン？夜は怖い。怖い。印刷になったらさ、この今持ってる子を投げて逃げようか。イグアン、なん、イグアンノドン、ここだな。あ、あった。いたな。暗いですね。お父さん。ドキドキしますね。ちょっとホラーですね。あれ、ここじゃないかな。あ、夜が明けてきました。うん。あ、あった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 。危ない。ここだった。でも私今体力大丈夫だよね。苦しそうな声出した。あ、嘘、もう3時？ありがとう。え、ここでセーブしても大丈夫なの？え、ホラーだよね。だね。でさ、今さ、虫眼鏡じゃなくて、双眼鏡がないから、レベルが見れない。一マス箱。あ、いた！いたいたいた！君いくつ？あ、12。で、私さ、槍とか持ってきて、槍？この辺？ここでいい？ちょっと離れた方がいい？あ、なるほど。あ、今回どうなんだろう？双眼鏡見やすくなってんのかな？あ、この辺開拓？こっちの注意？怖いこと言う。え、どうやって開拓？ここいいよね。ここちょっと離れて、この辺だったら平気？この距離ぐらい、今のこのぐらいだったら。あ、ビバ。ビバ。毒。どっから来た？そしたらでもさ、あれ湧かなくなっちゃうんじゃないの？湧かなくなっちゃうんじゃないの？ビバの巣湧かなくなっちゃうんじゃないの？そうか。こういうとこ？この辺？この辺？でっかい拠点？この辺？この辺でかい拠点？川からはちょっと離れた。びっくりした。離れた方がいいんだよね。この辺ね。
ず罠だけ先つ。取れない？手で取るとか？え、竹取れないよ。邪魔じゃない？なんかここで、あ、いるね。あの子は普通にやっつけちゃおうか。いつもの罠。どう？これ？これで大丈夫？ちょっと良くないね。ところまで来て、なんか取ったか？ここまで来てこう。え、でもちょっと今日は。この中で終わりにしとこうかな。今日のところは。もう3時でしょ？うん。燃えちゃうけど。ここで落ちちゃうと？やばい？ここで落ちちゃまずい？おやつの時間、お昼食べるこれから。そしてみんなここで終わりにしようと思う。あ、オフラインは時間が進まないから大丈夫。オッケー。じゃあ次回、ここで捕まえる？捕まえてもさ、拠点もここに作る、この辺に拠点作るっていうのもあれだよね。ちょっとやってもいいかもしれないねそれもまた後でやるときに決めよう。で、一応多分今週はもうアークはやらないので、来週またやるので、週2回ぐらいを予定しているので、またお暇な方は見に来てください。じゃあ、おつアーク様でした。また次のライブでお会いしましょう。バイバイ。